さんはお顔きれいですよね何かケアとかされてるんですかあこれは結構してますねおどういったものまあまず水飲むタイミングがあって 1> え1日2リットルとか水飲むんですけど<あ>そうそう水ないっていうね水飲むのがまず朝起きた時、うん で朝起きて洗顔して洗顔し終わった後、うん、あ洗顔する前も飲むしで<う>食事の前食後<う>で風呂入る前風呂入った後もううルーティン化してんねやあもう前にそうっすねへえ喉乾いたからとかじゃないんやなんかもう飲むの癖になってますねあへえ<が>んかその合間合間でも あの時間が空いたとしても、その間でちゃんと水飲んどくみたいな。まあ、水ってさ、意識してないと飲めないよね。はいはい、ああ、水そうっすね。うん、俺、あの平日は配信してるから、水よく飲むねんけど、うん、割と飲むねんけど、うん、休日とかやっぱり全然飲めない。うん、ああ、の、なんか意識的にやっぱり喉、はい、乾いたなって時って飲まへんから、うん、全然飲んでないよね。確かになんか。 喉乾いて飲むのが普通ですもんね。ああそうそう。とかってでも喉乾いてる時ってもうだいぶ脱水症状進んでるらしいから、うん、ほんまはその先手先手で飲んでいかなあかったらしいね。あ乾く前に飲むみたいな。うん、そうそうそう,そう。はい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 。あと、うん、なんだ、寝る前飲むっすねうん、うんで。今ので全部かな。それがその、まあ、水を飲むケア。ケア、うん まあ洗顔ちゃんとやって洗顔ってあるらしいな,あ<ー>な洗顔かなり大事です、ねあのー、うんつて言うかなゴシゴシとかしたらあかんらしいなそのあ絶対ダメです水のこの力だけでこうはい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 なんかやらなあかんらしいな顔を手でこすりつけちゃうと、うん、肌にダメージがいっちゃって、うん、だからなんかぬるま湯とかを顔にちょっとつけるみたいな感じで 洗顔やってで化粧水つけてみたいなえそのさ俺ちゃん洗顔しないねんけど、はい、俺うん洗顔ってなな何がいいのまあ,あの綺麗なの分かんないけどその、はい、汚れが落ちてるって分かんないけどそれが汚れ落とすのが大事なの、うん、汚れ落とすってな何か、うん、なん肌を清潔に保つみたいなああなるほどだんだんと 肌も汚れていっちゃうと思うんで毎日綺麗にして綺麗な状態を維持するみたいな感じですかねじゃあ顔をんかこうゴシゴシとかなんかやらんのああ絶対ダメ目疲れたいなああダメダメダメではあれクマ化しますあっじゃあもう基本的に顔にはもうじゃ例えば顔に うん、指を触れたりとかもしれないのあ嫌ですねあそうねあね<の><顔>すごいその気にする人ってその顔に何かを触れるってことがすごいああマジで嫌嫌があるよねマジ嫌ですあじゃあ人にこう触られたりとかしたらもうブチ切れ絶対触るのお前あそうなんや何触っとんねん相当気使遣ってるねいやだってもう手に金とかがついてて、うん、自分の顔につくんですよ マジでそれ嫌であそれでその肌が汚れると汚れますはあすごいなだからもしなん水で洗顔とかした後は、うん、タオルで取るんじゃなくて、うん、すごい柔らかいティスとかを使って肌にダメージいかないようにして水吸い取るみたいな感じっすね,そう,ねそういう感じでんかゴシゴシするのがこう気持ちいいから、はい ついやっちゃうけど。いやもう、もうやめて。今日やめてください、それ。今日からやめてください。あ、そういうもんない。もうだめよ。ハイタニさんの奥さん、ちょっと、よろしくお願いします。天狗のやり方もうだめえ、その、例えばさ、もちろん、その、化粧水とかそういうのつけるわけよね。うんうんうん。なんか、いいの使ってたりするの。あれ、あ、俺、ピンキリやん。1500円ぐらいのやつっすね。ああ、そうやって別に高くないも なんかでもいん化粧水使って合わないやつだと肌荒れちゃったりするんですけど言うよねだから今あるやつは結構綺麗に保てるなって思ったんでじゃあ良かったねそれ逆にさめちゃくちゃいいやつじゃないと、うんはい、荒れちゃうって人もいるわけやんああそうっすねそうなってくると結構大変よねめちゃくちゃその日常的に使うものにやっぱね、うん、お金かかっちゃうからまあお金はかなり出費が 挟むんじゃないですかそう、ね、美容はやっぱやろうと思うと結構かかるよねあの帽子みたいな感じっすよねそこも確かにね綺麗に保つみたいなえその肌ってその、うん、なんか綺麗にできるやん皮膚科とかでさああはいはいはいああいうのとかはやらん興味ないのあ皮膚科は、うん、ニキビがすごいできた時は皮膚科の塗り薬使ってますねああはい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  ちゃんんとなななか身が残いいよううに消そうみたいなああしっかりしてるね。になっちゃいますからね。そんなもんですかそのケアされてるの。もっといろいろやってるの。ああと食事は油っこいもの食べるときは絶対野菜とるとか。あーそのお酒はいいの、まあ、ちなみに。お酒は多分よくないです。けどもお酒はもう仕方ないと。<laughs> よくないですけどまあ。 自分はやかして飲んでます。まあお酒はだからもう何か気になしたら絶対飲めないもんね。わかんない。よ、まあ、くないですもんね、まあ。体にはまあ気をねえよくないから。まあでもそれはまあまあまあ楽しめるものとして。うん、まあ娯楽の意思。まあ、娯楽としてやっていくと。はいあ。あとヒゲ脱毛か。ああ、ヒゲ脱毛そうっすね。いやヒゲ脱毛俺もさちょっと興味あんねんけど。うん。やっぱ痛いって聞くから。ああ。でも言あれっすよ。 全然耐えられるぐらいの痛みだあそうな何か、うん、あのカッターで一本ずつ切り取られていくぐらいの痛さって聞いてん <laughs> いやそんなんないっすよ <laughs> あそうな <laughs> それ怖いやそれぐらい痛いって聞いてんけど、えー、ああいや全然そんな痛くないですそうなあでも濃さによるんか、うん、あいや濃さっていうか俺がやってたやつは、うん なんひげ生えてるはその一本一本に針みたいなのを入れて焼いて取る、えー、プスプスっていう絶対痛いやんそんなあでも意外,意外と耐えられますええー、ち,ちょっとすれば鼻の下とかめっちゃ痛そう鼻の下は我慢するわ痛いえそれやっぱ通ってるからって、うん、さはい何ヶ月に一回とか行くの その2月に1回その、はい、1> やられんのその痛い,い,いやつをでもうジップチーズって,やってましたうわでも絶対いいよね、うん、日々の手入れの時間とかも減るし肌のダメージとかも減るし、うん、ああ<の>、はい、シンプルに若々しく見えるしね、うん、やっぱりねひげがないほうがひげは処理やっぱめんどくさくないですか <laughs> 毎日撮ったりするのめんどくさいねなんかそれがいいやっていうのもあって、うん、2>, 2つも聞きましたね言ってまだ入るんですけどまあまあまあそうやね、うん、なるほどじゃあそんな感じですかいろいろやってんの<え>いやでもだいぶやっぱり努力してるんだなという、ね、あありがとうございます感じやね